ミーナ・マッツィーニは、イタリアの歌手。長身と美貌、3オクターブの声域、ソプラノの歌声が、特徴に、15年間イタリア国内のチャートを支配、するほどの卓越した人気を博した。1960年代には、ミルバ、オルネラ・バノーニ、イワザ・ニッキラと共に、最も人気のあるイタリアの女性歌手と評された。これまで、 アルバムシングルを各70枚以上の発表しており、1億5000万枚を超えるレコード売り上げの記録を有し、アドリアーノ・チェレンターノと並び、イタリアで最も売れている歌手の一人とされている。ロンバルディア州、ブスト・アルシーツ用の労働者階級の家庭に生まれる。子供の頃に家族の仕事の関係でクレモナに移住する。アメリカンロックンロールやジャズのレコードを聴いたり、 ロックンロールを宣伝することで知られているサンタテクラやミラノのタベルナ、メッシーナクラブを頻繁に訪れた。1958年に高校を卒業した後、彼女は大学で会計学を専攻する傍ら、音楽活動はクラブ歌手からスタートし、1958年にデビュー。1959年に熱数のお日とさせ、抜群のスタイルと美貌もあって一躍。 トップスターとなる。1963年に、死政児を出産し、一時期、テレビラジオから追放されるが、その後、再起、数々のヒットを飛ばす。しかし、1974年以降は、テレビやコンサートへの出演をやめ、アルバムの制作やライブ活動に専念した。1960年代には、いくつかの日本語版も出している。死生活は、恋人や、 配偶者との離別、死別を繰り返し、必ずしも恵まれたものではなかった。1961年5月に来日している。ライブには出演しないものの、2009年のサンデモ音楽祭の開会と閉会のために歌唱を行い、また2017年と2018年においても収録での歌唱を行った。2016年にはアドリアーノ・チェレンターノとの2枚目のアルバム、 で、レミグリオーリを発表し、同年イタリアで最も売れたアルバムとなった。2018年に、ニューアルバム、前場をリリース、イタリアのアルバムで1位を獲得するなど、活動を続けている。10代前半の頃は、当時クレモナのブルジョア階級のエリートが参加していた、クレモナにあるカノッティエリバルデシオスポーツクラブの競泳選手であった。最初のボーイフレンドは、16歳の頃に出会った。 サッカーチームの US クレモネーゼでディフェンダーを務める選手であった。1962年に俳優のコラード・パーニと恋愛関係になったが、彼は既婚者であったため、二人の関係はイタリアの聴衆に衝撃を与えた。二人の間に息子であるマッシミリアーノ・パーニは1963年4月18日に生まれた。ミーナが関係を隠すことを拒否したため、 イタリアの公共テレビ、またはラジオチャンネルでの歌手としての出演を禁止されてしまう。しかしながら、彼女の記録的な売り上げは影響を受けず、視聴者はミナの放送を要求したため、ライは出演禁止を止め、ミーナを1964年1月10日にテレビに復帰させた。しかしほどなくして、コラードとの関係は終わることとなった。 ミーナの兄弟のアルフレド・マッツィーニは1965年に自動車事故で亡くなり、1年後、彼女と彼女の父親はスイスのルガーノに移住したが、当時ミーナは俳優のウォルター・キアーリと恋愛関係にあり、イタリアに残った。俳優のジャンマリア・ボロンテとの関係は、ボロンテが他の女優と浮気したことにより終わった。1960年代後半には、作曲家、 アウグスト・マルテッリと結婚したが、数年で別れた。1970年に、イル・メイ・セジェロ神のジャーナリストである、ビルジリオ・クロッコと二度目の結婚をした。結婚により彼女の正式な名前は、アンナ・マリア・マッチーニ・クロッコに変更し、二人の間には、娘のベネデッタ・クロッコが、1971年11月11日に、生まれた。しかし、 夫クロッコは1973年に自動車事故で亡くなる。1981年に現在の夫である心臓専門医のエオジェニオクエーニと婚約し、2006年1月10日にルガーノで3度目の結婚をした。1989年にスイスの市民権を取得、夫の姓を引き継ぎ、彼女の正式な名前はアンナマリアクエーニとなった。 日本では、森山佳よ子、ザピーナッツらによって、ティンタレッラ・ディルナが、月影のナポリとして、また、広田美恵子、伊藤ゆかり、ザピーナッツらにより、ウンブーコネラソビアが、砂に消えた涙としてカバーされている。ありがとうございます。